里崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、はい、なんかね、セーブがちょっと低かったなっていうね、ところはありますけど、はい、皆さん安心してください。シャッフルタイムあるんで、はい、はい、あとお遊びなんでね。はい、そうですね。勝手にやってるんですからね。そうそう、あと思い出を語るっていうね、さあ今日は、はい、セ・リーグ巨人です。おー、来ました。巨人がね、どうなってるのかっていうね、気になるところですけども、もう早速いきます。はい、99年打者マルティネス、西武からいらっしゃいました。はい、マルちゃん、あの守れないのにレフトを守ってたっていうね、はい、すごいなっていうところありましたけど、C です。はい、3年間いる。ピッチャーチョソンミン、無印ガルベス、S、ね、審判にボールを投げつけるっていうね。あの暴挙、はい、あれはすごかったですね。あんなことなかなかないですよね。で、長嶋さんが坊主にするっていうね、はい、外国人選手を坊主に、いやいや、長嶋さんが坊主にして、その謝罪の意味を込めて、監督として、はあ、すごい、そこまでさせてしまう。暴れん坊もいいとこよ。でも、あのパワープロとかえげつなかったよ。いろんなとこ曲がって変化球も曲がるし、能力自体はすごかった、まあ、すごい選手だった。でも暴れん坊、うん、で、パーラ、デセンス、無印、はい、で、2000年打者いないです、はい、だってもうね、打者えげつないよ、うん、ジャイアンツも、はい、だって、松井秀喜さんとか、FA で清原さんとったり、はい、江藤さんが FA で来たり、はい、で、仁岡で、西さん、はい、で、吉信さんとか、吉信さん、清水さん、松井秀喜さんの外野いるから、はい、もういらないんだよ。いや、確かに野手いらないですね。で、キャッチャー安倍晋之助いたりとか、うん、はい、野手はいらないけど、取っちゃうのよ、うん、で、守らすとこなくて苦しむタイプよ。はい、そうか、まあ一応取っちゃうんですね。そう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 、うん、で、ピッチャー、メイ、はい、B、うん、あの阪神さんからいらっしゃいまして、はい、いらっしゃいまして、で、チョン・ミンチェル、ミンチョル、無印、アルモンテ無印、ワズディン無印、ラス無印、で、2002年クレスポ打者、はい、無印、2003年ペタジーニ、A です、ヤクルトさんからいらっしゃいまして、はい、ペタジーニさん、はい、でも巨人に来た時は A です。はい、はい、すごい。で、レイサム、無印、はい、多分このレイサムだったかな、高橋さんの外野取って、はい、そのままね、福岡ドームでスタンド投げちゃって、はい、チェンジャーと思って、はい、で、ランナー帰ってくるっていうね。ああ、チンプ。悲惨。そうですね、やっちゃったっていう。で、ピッチャー2003年、ベイリー、はい、うん、D、うん、で、ランデル、サンタナ、ペドラザ、無印、はい、ペドラザさんもね、ホークスから来るっていう、ね、うん、で、2004年、はい、お、タフィー・ローズ、おー、あの近鉄がね、はい、合併して、はい、そこから来ます、うん、ジャイアンツに SG です。いや、いいですね。でシコースキー、うん、B、はい、これもこの方も、はい、この方も、ロッテさんから、ロッテさんからか、はい、シコースキーに行きます、はいはい、コーリー無印、マレン無印、うん、ミヤビッチ無印、ジャン、ジェンミス、ジェンミス無印、ミセリ無印、うん、この方はね、はい、もういきなりやらかしちゃって、はい、クビになってね。ミセリさんですか。はい、クビになって、はい、浅草観光行って、はい、このなんちゅうの乗りやす何でしたっけ、あ、人力車、あ、人力車に乗って観光するっていうね、激怒っていう。そうなんですか。日本の野球もうクソなめてるっていう。でもスーパースターよ、メジャーの、ね、で、グローバー無印、はい、で、打者は2005年キャプラー無印、はい、2006年ディロン無印のアリアス無印、はい、で、JP パウエル、 JP パウエル、C、うん、で、リン・ゲンゴ無印、うん、ジェレミー・ゴンザレス無印、うん、オビスポ無印、はい、で、打者が2007年ホリンズ C、うん、ルイス・ゴンザレス無印、で、2008年ラミレス S5G2、 おー、すごい、はい、ヤクルトからいらっしゃいます、はい、で、ピッチャー2008年クルーン、いや、ちょっとこの辺すごいですね、 S、うん、グライシンガー SG、はい、バーンサイド無印、うん、ディッキー・ゴンザレスS-G2、うん、ロメロ C、 2009年アルフォンゾ無印、うん、すごくない、この、はい、ここら辺、このピッチャーすごい、はい、でもちょっと一つの原因が、はい、うん、マルティネスさん、はい、西武から今ランカーついてる、ね、はい、ペタジーニヤクルトから、はい、タフィーローズ近鉄から、はい、ラミレスヤクルトから、はい、メイ阪神、はい、シコースキーロッテ、ジェビー・パウエルオリックス、オリックスから、はあ、はい、近鉄オリックス、うん、クルーン横浜、はい、グライシンガーヤクルト、リッキー・コントレスヤクルト、うん、
あんまり結構、まあ、他球団にいたいい方を取ってこられてるってことですね、方針的にね、うん、まあ、方針的にね、はい、でその選手たちが活躍するっていう、はい、うん、選手にとったら幸せですよね、幸せです、お金いっぱいもらっていいですよ、はい、っていう流れです、はい、うん、で2010年、はい、打者投手とも誰も取ってないです、はい、そうそうです、だってグライシンガー、ディッキー・ゴンザレスいるんでいらないでしょ、うん、でラミちゃんいるんで、はい、いらないですよね、もうで野手も熱いんでね、で11年、はい、フィールズ無印のライアル無印打者で、ピッチャーはアルバラデホ B、 トーレス無印、バニスタ一軍登板なし、で12年ボーカ D、 お懐かしい、でマシソン、はい、S2、うん、頑張りましたね、でホールトン B、 ホークスにいらっしゃいました、はいはい、で13年ロペス、はい、GA、 GA でも DNA 行った瞬間に大活躍なんで捨てたの、ね、で、アコスタ無印、はい、セドン無印、メンドーサ無印のポレダ無印で、打者14年からアンダーソン無印、セベダ無印、これだってキューバの司法だからね、司法よ司法、はい、でフランシスコ無印、うん、カスティアーノス無印、うん、でピッチャー15年マイコラス、マイコラス S2、はい、大活躍、うん、で16年クルーズ無印ロッテから、はい、でオネルキ・ガルシア一軍登板なし、うん、アダメス無印、ジョーンズ C、アブレイユ無印、うん、ホセ・ガルシア無印、17年マーギー、はい、A、はい、これはね楽天からメジャータイガース帰って、はい、でかっかるのもう一回っていうね、はい、横締めじゃないです、はい、でカビネロピッチャー B、うん、打者マルティネス無印、うん、ピッチャーメルセデス無印、うん、まだ今も見ますけどね、はい、2018年ゲレーロ C、はい、中日から来ます、うん、タイトルホルダー、はい、活躍できず、うん、ヤングマン無印、19年ビアヌエバモタ無印、ピッチャークック無印、デラロサ D、うん、2000年パーラ無印のビエイラ・サンチェス・ディプラン無印、ね、まあ、ウィーラーさんがトレードで、そうですね、はい、あウィーラーは入んないですね、ウィーラー、はい、無印、はい、だからさあ、はい、ということで、うん、どうですか、ちょっと、まあ、人は多いなっていう、野手は80人です、はい、野手は少ない感じするんですよ、野手少ないですけどピッチャーがもうえげつないんですよ、49、ほぼ3分の2、はい、ピッチャー、ピッチャーすごい取ってますね、ね、はい、打者はやっぱり比較的ね、うん、選手がいたんで、はい、取ってないですよね、まあ、日本人でできるっていうところが、でこの13年からは、うん、まあ、若干ね打者も多めに取ってますけど、うんうん、あちょっと横滑り感がちょっと否めないですね、まあまあまあ、そうですね、あの他の球団のところでも聞いたなっていう名前がたくさん出てはきましたけど、まあ、選手にとっては幸せよ、そうですそうです、うん、あでもマシソンとかは、そうそう、マシソン、うん、ガルベス、はい、マイコラス、うん、ロペス、はい、ね、その辺はね巨人が見つけてきた、ロペスもったいなかったですね、そうですね、うん、さあということで、はい、ジャイアンツの総得点発表します、はい、総得点はこちらです、じゃん、190点、お200点いかず行ってないですね、うん、まあ、でもジャイアンツのこの黄金期はやっぱ日本人選手がすごいから、はい、西武と同じパターンよ、うん、基本的には、はい、そこまでね、あとちょっとね横滑りで来る人って、うん、そこまで長くできる人少ないのよ、はい、まあ、年来てるからね、うんうん、日本に来て多くなるじゃん、はい、最初からいるとねもっと多くなるんだけど、多いですよね、うん、だからその成績がね分かれてるところ半分になってるところもね、はい、まあ、得点が伸び悩んでるかなっていうところはありますけど、まあ、ただ外国人が80人取ってるという、80人めっちゃ多いですね、うん、ちょっと多めですねやっぱりね、うん、平均が 2.0、ね、うん、まあ、だから比較的ね来たら長くいてくれるっていう、そうです、ね、あと複数年提示して呼んでる可能性もあるね、うん、最初からね、はい、だから平均年数としてはまあまあ 2超えてるんで多い、うん、でも得点がちょっとね低かったかな、まあ、でも巨人ってやっぱりこう日本人野手の印象って強いですよね、うん、あと FA でも取ってくるから、はい、ちょっと使うのがね、そうなんです、日本人のいい選手も集まってくるから、うん、でもちょっとここ最近のね外国人選手の活躍がね、うん、ないところが苦しいんでね、はい、ここら辺ねランク付けできるように頑張ってもらいたいですね、はい、そうですね、うん、ジャイアンツ、うん、感想コメント欄お待ちしてます、はい。